シェア。世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア、司会の本田道夫です。よろしくお願いします。おととい TV フラットから生放送でお届けしております。本日の出演者は2組で、心情を無に落とし込む卓録好きバビさん、そしてもう一組は東京ナンバーワンソウルセットをはじめ、さまざまな活動を展開されている渡辺俊美さんです。それではですね、早速、皆さんとトークをしつつそれぞれの音楽観などを探っていきたいと思います。はい、はい、それではまずバビさん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますともゲストの方からはほのかにちょっといい香りが漂ってきてるんですけど、ほうほうほう、なんか渡辺俊美さんとなんか控室でちょっと酒盛りが始まったっぽい噂をこう小耳に挟んだんですけども、ウイスキーが出てきましたね。まあ出したの私なんですけど、さすがです。はい、で、バビさんは、はい、作曲家、はい、そして、うん、アーティスト、はい、アーティストで作曲家、まあ、うん、でも作曲好きなので作曲、うん、CM の音楽とかを主に作って生計を立てているという感じですかね。そう、結果的に CM 音楽、あ、そういう方、うん、CM、なんか化粧品の CM でしたっけか、マジョリカ、マジョルカとかの音楽作ったり、はい、あと何でしたっけか最近、あ、パルテン、ヨーグルト、森永よ、あ、名前とか言っていい、あ、大丈夫だと思います。全然気にしないでください。パルテノというヨーグルトの CM 音楽とかをやってらっしゃる。そうですね、いろいろ、はい、ということで、うん、作曲を始められた、きっかけっていうのは、うん、っていうか、まあ、音楽を始めたのはどういう、はい、何歳ぐらいでどんなことがあって始めたんですかね。兄がピアノ教室に行ってたので、そこに一緒にくっついてて、2歳ぐらいの時から、うん、音楽に、まあ、興味が出て、私の方が興味が出てしまったっていう、はいはいはい、お兄さんよりも、はい、で、ピアノはその時お兄さんにくっついてただけ、うん、けど、はい、やってはなかったんですか。弾かせてもらえたんですよね、ちっちゃかったからいいよってなって、はい、で教室に一緒に混ざって、うん、でもうその頃にはなんか曲作ったりって、2歳とかではやって、そうなんですよ、2歳ぐらいの、まあ、母親だなんですけど、でも曲とか覚えてるんですけど、はい、まあ、トイレ行って何々したぞっていう歌と、あと何何起きてみたいな、朝ごはんは何みたいな曲を作ってたんですか。歌って起こして、へ、あ、それその時はピアノではなく、そうですね、歌で、歌を、はい、ちなみになんですが、うん、そのトイレで何とかしたような歌は差し付け替えなければ軽く歌ってもらっていいですか。はい、出たよ出たよおしっことなんちゃら出たよっていう歌でかわいい。なんかもうその時からなんかこうなんて言ったらいいのかな、なんかその時の可愛らしさみたいなのがなんか未だにこうちゃんと残ってるような感じはするんですけど、そうなんですかね。でもそういうこう気持ちを出すのはありますね。もうずっと出しっぱなしですか、うん、そうですね、2歳ぐらいから、まあ、そうなんですね。で、まあ、現在のそのバビさんのなんか演奏スタイルというか、はい、曲のスタイルっていうのが、まあ、うん、トイポップというジャンルになるんですかね、うん、なんか、まあ、まあ、うん、なんか、はい、ね、本人はそういうことをカテゴリーとか意識はしないと思うんですけど、はい、まあまあそういう今の形に行き着いたっていうのはなんかいつなんですか。もう中、なんかいろいろやったりとかしました。例えばロックとか、でもなんかクラシックとかはやって、クラシックはやってた、クラシックはやってました。高校はハードロックギャルメタルバンドやってて、本当に、それはすごい意外。メタルですか、すごい。やってましたね、でもやっぱちょっと精神的にはちょっと遠かったんですよね。
そっかそっか、はい、それで今のスタイルにたどり着いたのは、そうですね、まあ、前はその兄がいたのでハードロックとかすごい教え込まれてたんですけど、うん、大学で上京してきて一人暮らししたらまた自分の好きな音楽をなんか探求でもないですね、うん、なんかもう音大に行ってたんですけど、先生方ももう、はい、なんかもう好きにそれていっちゃいなさいみたいな、そういう感じの言い方だったので、うん、いい先生ですね、好き勝手やりました、うん、だこうなりました、うん、好き勝手やってたら今の形に、はい、まあなんかその、うん、あそこトイポップとかに触れてないですね、あ、うん、大丈夫ですよまあでも大学生ぐらいでだんだんこう今のような感じにこう、うん、行ったっていうことですかね。で、なんか楽器はそのもうお家ではピアノが昔、うん、ちっちゃい頃からあったですか、はい、で、うんうん、もうずっと弾いてて、うんうん、作曲も したりとかして、そうですね、もうライブとかってどんくらいからやったりとかしてるんですか？まあ、そのハードロックバンドはめっちゃライブやっててドラムやってたんですけど、ドラムやっ、あ、でもなんか楽器いっぱいできるんですよね。でもほんとできないレベルのドラムだったんですけどでもそうですね、楽器、何質問されたか忘れちゃった、ドラムなんか その作曲を、うん、私も何言ったか忘れた、何言ったっけ、ライブ、あ、ライブか、あ、そうだそう、どんな楽器があ、でもちなみにどんな楽器ができる、弾けますか？基本ピアノ、うん、ピアノですね、はい、クラシックの方なんですかね、うん、うんうん、でライブはライブあんまり人前でやるのは好きじゃなかったので、うん、やっぱり人形並べて家でやっぱ基本的に一人で一人でちっちゃい子から人形いっぱい並べてやるっていう、うん、パターンが好きだったのであんまり表で演奏するっていうのはちょっとなんかめっちゃ見られてるみたいなところでは、ちょっとそうですね、不思議な気分です。うん、なんで最近ですね、なんで不思議なんだろう、なんですかね、そのなんか自分のことを内面まで見られてるような恥ずかしさみたいな感じがあったりとかするんですかね、違うかな、もともと歌手になりたいとかそういうものではなく、こう本当に何だろう、もう一人で楽しんでやってたので、うん、あ、ちょっと見せちゃうみたいな、裸を見せる感じなんですか ね、 なるほどね、そういう、うん、緊張感はありますね、うん、なんかきっとあれですかね、自分家の本棚見られるの恥ずかしいとかに近いのかな、似てるかもしれないです、ね、なんか、うん、ねえなんかなんとかマニュアルみたいなのがあったら絶対嫌じゃないですかそういうのにちょっと近いのかなと勝手に思ったんですけど、はい、はい、でもうあれですかね、あ、そうだ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 、あのフェイスブックで私があの海ガラスを拾ったらなんかすごい欲しいものだって言ってたんで海でどっさり拾ってきたんですよ海ガラス、やばで、これプレゼントに、なんかどうぞ持って帰ってください、あ、袋はこちらに ありがとうございます、すごい本当に欲していて、ものすごい海になんぼでも落ちてるやつですよねなんかそうですね、あんまし海に近い生き方をしてなかったので、あ、ご出身ってどちらでしたっけか岩手なんですけど内陸だったので、はいはいはい、なるほどなるほど、なんかその海ガラスが何かっていうとですね、はい、海に岸に流れ着いてです、なんか砂やら何やらで擦れて角が取れて擦れてみたいな感じですよね、はいはいはい、これ何に使います？やっぱし、まあ、スタンダードですけどランプシェード作りたいですよね。あ、きっとすごい綺麗でしょうねでもなんかすごい変なのも混じってて、変わった形の、確かになんか口んとこだったりとか、まあ、いらなかったら捨ててください。そんな本当に欲してたので今一番欲しいですとか言っちゃったんですよね私がそう、なんかちょっと出せみたいな話が、やったー、あ、だ、ちょっと出してみましょうか。おう、誰も喋りながら出すっていうのがなかなか こういう感じ、うんうん、なんかこうちょっと擦れてる、うん、なんかこういうのとか、
なんかなんだろう、ちょっと分かりづらいですね、やっぱり、まあ、捨てちゃいかんですけど、こうなってこれを綺麗、ね、ですよね。もっとなんかあの石みたいになんか丸くなってるのとかあるんですけど、なんかちっちゃく、やっぱ削れてちょっとちっちゃくなりすぎてて使い勝手が悪いかなと思ってなんですけど、じゃあ何か作ったらぜひあのランプシェードあげます、はい、あのアップしてください写真を、はい、はい、ということで早速なんですけれども、はい、ライブの、方をお願いしてよろしいでしょうか、はい、で今日あの何曲やってくださるんでしたっけか、結構5、6曲ですかね、はい、ですよね。1曲がちょっと、うん、短めの感じで、はい、やってくださるということで、はい、準備の方お願いいたします、はい、お願いします。はい、いやいやいや、これね本当ランプシェード楽しみですね、できるのねはい、であのいつも準備していただいてる間に映像をあの入れたりとかするんですけれども、今日ちょっとスタッフいつも準備してくれてる人が体調ちょっと壊してしまって準備できなくて、渡辺隆さん の映像お休みということになります。申し訳ございません。はい、準備が整いましたら教えてください。大丈夫でしょうか。はい、ではバビさんのライブをお楽しみください。という、22から結構経ってしまっているんですけれども、22の時に作った、就職するの私どうするのっていう曲です。もさもさ白の馬に立った方、踏みつけられた
22という曲でした、ね、じゃあどんどんいきます。昆虫採集という曲で、知り合いの、カップルの素敵話をと妄想話を組み合わせた、曲になっております。昆虫採集最終という曲でした。淡々といきます。淡々と、パスピエという、曲を演奏します。天高花を飾って大好きなこの香りに包まれているの。あなたと私は道の顔で気まぐれなアイコンタクト交わしたら愛に希望素直になりそうな気がする。言葉の迷路くぐり抜け
パスピエでした。音が聞こえないかもしれない。すいません。ちょっと OK と。音量、うん、なんかあのここの音量と、はい、この音量は別で、はい、大丈夫です。あ、うん、なんかちょっと音が割れてたみたいなんです。あ、そうなんですか。ちょっと OK とずれるかもしれない。はい。あげられますか。すいません。はい。はい。じゃあ、アウルというフクロウに捧げた曲を歌います。
ウルでした。フクロウに一時期ハマって捧げました、フクロウに。まあ全部そういう感じですね。最後に天の弱という曲を演奏します。これはいろいろ昔恋してた人に試み出され、こうハイハットのツツツっていう音はこうミシンでツツツツツと縫われていくようなちょっと悲しい曲ですね。でも明るくいきたいと思います。天の弱。佐藤祐介くん、サックス大石俊太郎さん、バビでした。
ありがとうございました。バビさんでした。バビさん、ちょっとこちらに戻ってきていただいてよろしいですか。いや、素晴らしいライブでした。ありがとうございます。本当に可愛いですよね。なんか可愛いだけだとちょっとね、チープすぎて、なんか自分のボキャブラリーのなさにちょっと涙が出そうなんですけど本当に可愛いっていうか、世界観がすごいですよね。なんか、もうすぐ言っちゃうんですけど、映画音楽みたいな、なんかこう物語がこうちゃんとこうなんていうのかな、伝わるっていうか、勝手な自分での想像なんですけどね、もちろん、なんか本当一つ一曲一曲にこう物語がちゃんとあって、なんかいいなとグッときました。で、なんかそのさっき話をお聞きした時に、なんか家でこうバーっといっぱい曲を作ったりとかって言ってたじゃないですか。もうそういう感じで何か集中するとブワーっていっぱい作っちゃうタイプなんですか。あ、でも全く作れない時はもう作んないとかありますし、でもやっぱどっちかっていうと感情どっかのマックスになった時に、はぁってなって曲やっ作って、私これで悩んでたのねみたいなあーみたいな、そっかみたいな。なるほど、はい。でそのなんかアンケートで、なんていうか手引き、あ、手癖が、はい、もうね、なんかピアノ、あ、違う、作曲やる方だと結構わかると思うんですけど、好きなコードを抑えがちっていうか、こう言ってこういくっていう自分の癖みたいなのをね、はい、なんかそれをなんか無視するっていうことを今やっているみたいなことが書いてあったんですけど、はい、音大の時に、すごく面白い授業があったんですけど、はい、本当の作曲っていうのはね、あ、でもこれあんま言ってはいけなかったのかもしれないですけど、この話そうなの。なんか作曲っていうのは手癖を無視していくんだよっていうのを言ってて、あ、手癖無視と思って、無視し始めたら自分でも想定外のとこのなんかフレーズが出てきて、あ、自分でもどうなるのかなって、面白くなって曲作るの、すごくその作り方で作ったりもしますね。楽しいです。なるほど。で、いつもこのお三人で、お三方でライブはやってらっしゃるんですか。いろいろ編成は変わって、一人バージョンや、この基本この3人が多いんですけど、サックス四重奏のバージョンとか、ピアニカさん入ったりコーラスさん入ったり、でも楽譜とか結構大変なので、基本ちょっとこのトリオになってきました。自分でもう譜面も書いて渡してお願いするみたいな、はい、読みにくい譜面を、まあ、皆さんがなんかこう受け取るパワーすごいので修正しながら、はい、なるほど。え、楽かな大丈夫かなだ、はい、大学の時の友達とかではなくて、後輩と、あ、そうなんですか。あと、なんて言ったらいいんだろう、学校学校、うん、違うな、違う大学の同級生、あ、違う大学の同級生です。録音せ曲作曲、違うな、曲作るときに、サックスさんが、素敵なサックスさんが欲しいなって思ったときに紹介していただいて、それからライブ一緒に出てくださって、なんか本当素敵な演奏、ね、そうなんですされるなと。なんか個人個人でもやってはるんですか。はい、いや、すいません、なんかいきなり、はいはい、あ、やってはるんですね。ベースの方もやった、あ、なるほど。ちょっとまた後でお話というか、なんかいろいろ最後に聞きたいなと思うんですけども、その音楽のね、バビさんのその、な経歴を語る上で、まあ、ちょっと一つポイントになるのかなっていうところに、坂本龍一さんの存在があると思うんですけど、ラジオ坂本っていうラジオ番組のオーディションを、でなんか坂本龍一さんから高い評価を受けてらっしゃったんですけど、それはいつ頃なんですかね。
音大時代にもうものすごい慕ってる先生がいて、はい、その方の授業で、教授の音楽を聞いて、うん、感動して、その講義の後先生に素敵でしたって聞いて、いろいろ詳しい話伺ったりしてて、それで、まあ、ちょっとあるきっかけがあって、はい、ちょっとオーディション受けること、きっかけを聞かれてるんですけどね。そうですね、まあ、別に、ね、なんか話したくなければ、あ、全然なんかそのすごく感動したので、なんか聞いていただきたいなっていう思いで、うん、送ったみたいな、はいはい、へ、あとなんかあれですよね、最近そのフェイスブックか何で、なんだ、はい、チボマットの本田由香さんからメールをいただいて、なんかみたいな、ありませんでしたっけか、なんかどなたかが CD 渡してくださったみたいで、はいはいはい、誰かわからなくて困ってるのでなんか感想とかはなかったんですか。あ、でも好きですっていう、好きでしたって言っていただいて、そう、ね、誰が渡してくださったかわかんないんですけど嬉しかったです、なんかそうやって知らないところで、ね、うん、でもチボマットも本当いいですよね、なんかミュージックシェアに出ていただけたらなと心のどこかで思ってるんですけど、ニューヨークなんですかね、ね、なんかまあいいや、いや、バビさんの話をしなきゃいけないんでね、すいません、なんかまあいいやとかね、ひどいですよね。いい、全然、あとあの、今後取り組みたいなと思ってらっしゃることに、なんか違う歌い手さん、いろんな方に歌ってもらってアルバム作りたいみたいなことが書いてあったんですけど、具体的に歌ってもらいたい、あ、誰に歌ってもらいたいとか、そういうイメージとかあるんですかね。本当いろんな方に歌っていただきたいんですけど、超御所ですけど、小清美晴さんに合いそう、歌っていただきたいですね。あと男性の方とユニゾンしてみたいです。あ、うん、男性とかだと誰がいいんでしょうね。難しい。あ、でもなんか、うん、います、はあ、でも外国の アーティストさん結構、うん、結構って言ってるのかな、好きな方はいて、うん、誰ですか。好きって言っていいのかな、好きって言っていいのか、詳しくないんですよね。大丈夫ですよ。どうしよう、誰ほんと曲数曲しか知らないんです。その曲歌ってみてください。ルファスウェインライトルファスとか、金太郎さんはもちろん知ってはります。あとオーウェン・パレットさんとか、オーウェン・パレットさん、はい、がここ数年ちょっとここもう来てるわけですね、うん、うん、あんまし言っても曲詳しくないですけど、わかりました、この辺に聞いてワクッとしました。はい、置きましょう。はい、どうもなんかあの短い間でございましたが、すいません、本日はありがとうございました。またあの、うん、渡辺俊美さんのが終わった後に、うん、最後またこちらに出ていただいて、はい、最後のご挨拶などいたしましょう。はい、はい、ではバビさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、大丈夫です。はい、今から、転換する間に、徳差建国の映像は間に合ったので、クラシックアワーどうぞ。はい、皆様こんにちは、徳差建国でございます。あの、誰もいないあんまり言う人もいないので僕が言いますけどね、このミュージックシェアという番組は道代さんが中心になってやってますけどね、結構これ大変なんですって。そのユーストリームってのはもう手軽なものでしょうと言われますけどね、これちゃんとこう毎月違うミュージシャンの方々をこうブッキングして、いろいろ予定を合わせて、
ギリギリでいつもやってるっていうことなんでね、もう大変だなと思います。このコーナーはね、僕の家の僕の部屋で普段着で僕が喋ってるだけなんでね、もう本当に、入れていただいて光栄ですという感じですけどもね、もう今だっていうね、今やってますっていうミュージシャンの方々のトークや音楽の中に、お前どんだけ古い音楽の人の、しかも人のね、音楽の話をしてるんだという感じのこのクラシックコーナーですけども、今日もね古い音楽、今日は230年前の音楽ですけど、モーツァルトの、交響曲第36番リンツというのがありますけども、ちょっとまず聞いてみましょう。どうぞ。まあ、この曲はですね、クラシックの中でも、まあ、有名曲ですね。で、230年こう生き延びている作品なわけですけども、端的にもうこれを演奏するってのは大変ですよね。まあ、例えばバイオリン一つとっても音がちゃんと出る、ね、まあ、そこからかよっていう話ですけども、ちゃんと音が出てスケールを弾けるようになってとかね、音楽大学にてとか、まあ、キリがないですけども、もうちゃんと弾けるなんていうのはもうまずすごく大変です。時間を要することですよね。でしかもそれが、一人の努力ではなく、まあ、オーケストラ何十人とそういう、ある種の精鋭が集まってやっと成立するわけですよね。でそういうのを230年繰り返している。で、まあ、統計取ったことないですけども、凄まじい数演奏されているわけですよね、これまでに。で演奏されるのみならず研究もされてます、ね、この音楽はこうどういう風に演奏するべきなのか、フレージングはどうあるべきなのかとかね、ビブラートっていうのはどういう風にかけるべき、いやかけないべきなんじゃないかとか、もうなんなら議論喧嘩とかもしてるわけですよね。まあ、それぐらいこの曲っていうのは人を食わしてるわけですよね。研究者を食わしてる、そして演奏家指揮者を食わしてる、僕らを食わしてるわけですね。作品で230年間こういろんな人の人生、まあそこまで大きく言う必要ないのかもしれないですけども、まああれですね、この曲だけじゃないかもしれないですけども、それにこう人生を捧げてるわけですね。研究に人生を捧げましたとかね、演奏に人生を捧げました、もういろんな人の人生が捧げられているわけですよ。でそんなこの曲が、まあ、例えばね手紙なんかが残されていて、この曲は1783年にできたとされているんですけども、その年の手紙、モーツァルトっていうのはあの手紙がたくさん残されてますけども、父親に書いた手紙っていうのがありましてね、でこれ10月31日の手紙で、こういう内容なんですけどもね、今度お父さんと、今度ね11月4日に演奏会があるんだけど、僕ね新作がないんだよねと、なので作んなきゃわーっていう感じの手紙があります。でこれね繰り返しますけど、10月31日の手紙なんです。で11月4日に本番で、まだ新曲がないってことはこれ中3日なんですよね。3日でこの曲作ったのかってことなんですよ。まあモーツァルトのこういろんな伝説というのはたくさんありますけども、これは最たるもので、この230年今の時点でね、多くの人を悩ませ、そして食わせ、研究させたこの曲が3日で、書き飛ばしたっていう言い方は良くないのかもしれないですけど、3日でできたのかっていうこの非対称性ね、時間の230年いろんな人々の人生を捧げさせているこのテクストたる楽譜が3日で書き上げられたっていう、このね、まあ、早きゃいいっていうことじゃないんですけどもね、そしてそれ嘘かもしれないですからね、その手紙もね、
まあ確証はないんですけども、そういう伝説を誘うほどの名曲っていうのがモーツァルトアホほど残されているというお話でした。道夫さん大好き。はい、徳佐志健吾くんの、ミュージック違うクラシックアワーでしたミュージックシェアってね番組の名前じゃんね。はい、皆さん大変お待たせいたしました。東京ナンバーワンソウルセット猪苗代湖図などいろんなところで活躍をされ、まあ、ソロ活動もされてるんですけど、はい、渡辺俊美さんです。どうもありがとうございます。大変お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。もうあの最初に言っちゃおうかな。はい、としみさんに、はい、ウクレレいただきましたそうなんですよ、はい、本当ありがとうございます。いえいえ、なんかこう使ってらっしゃったやつですね。そうですよ、ちゃんと。なんかツイッター上でウクレレ探してるという、はい、探してるっていうか欲しいって書いて欲しいって言ってで、なんか今日事務所に行ってちょっと楽器を整理してて、はい、あ、余ってると思ってでもこれ昔のコロンビアの、はいですね、70年代のすごい古いやつなんですけど、しっかりしてるやつなんで、ぜひ弾いて、はい、頑張って練習してみます。これからの季節、はい、素敵な、はい、ハワイアンなど、ハワイアンで、なんか後でサインしてもらっていいですか。あ、もちろんです、はい、というわけで自慢大会でした。はい、もう早速質問などしていきたいんですけど、はい、ちょっとなんかその質問がですね、なんかまあ音楽始められたきっかけみたいなことな、うん、からなんですけど、もうね、ものすごい長いことやってはるじゃないですか。どれぐらいもうですね、デビューされてから、まあ、される前からやってらっしゃったりとかするのを入れると、はい、もう計何年ぐらい。まあ音楽、そうですね、でもソウルセットが、はい、もう20年過ぎたんで、はい、その前がそういう原宿で出会った人たちとやったパンクバンドもやってたり、はいはい、あとやっぱ田舎福島の方でですね、はい、コピーバンドというか、そういうバンドもやってて、まあ、きっかけはうちの、お姉ちゃん3人いるんですけど、はい、それの一番上の姉ちゃんの彼氏がやっぱギターが俗に言うエレキギターで不良だったんですけど、はい、それのなんかこう影響を受けて、うん、まあそういう洋楽から邦楽までいっぱい聴いて、うん、で、まあ、フォークから始まって、はい、なんかそういうの、そうですね、思い出ある。小学校の時には小学校5年生の時には、はい、小学校6年生を送る会で君の瞳は1万、はい、1万ボルトとか歌ってましたね、はい、ギター弾いて、はい、で、あ、そっか、もうな、え、なソウルセットがもう20年ぐらい経つってことですよね、はい、そうですね。 そんな方になんかきっかけっつうもね、もう結構ね、ファンもいっぱいいらっしゃるしみたいな。ね、でももう何回も何回もそんなことを聞かれてきたと思うんですけど、あとあれですよね、健太郎さんってソウルセットの一番最初のプロデューサーだったの。オムニバスがあるんですけど、あ、そうか、あれは何ですか、コンピレーション、今でいうコンピレーションアルバムですかね、はい、日本のそういうクラブシーンというか、うん、チェコビューティー、はい、それこそまあ、あとはおとさんとかね、あとはなんだろう、たくさんいました、うん、AKI とか、はい、その中にソウルセットもこう、はい、その時のきっかけでなんか東京ナンバーワンソウルセットっていうのを名前をつけたような気がしますね、うん、か健太郎さんが東京ディスク事故ディスクジョッキーズオンリーという、うん、やつで、ジャケットが江戸椿がやったりとかですね、なんか面白かったですね、あの時は、うん、はい、うん、それが90年かな、89年か、うん、そうですね、89年、何してたんだろうまあいいや、あ、でも私東京に出てきて一番最初に見たライブがソウルセットなんですよ、はい、やばいですね、日比谷の野音で、ええ、で雨がいいところでブワーって降って、もうなんかイエーとか言ってなんか友達と病気にならなかったですか、大丈夫ですか。なんなかったです、大丈夫です。ソウルセットアレルギーっていうのがありまして
ソウルセットのライブを見るとアレルギー体質になるという。そういうアレルギーはあるんですよ、大丈夫ですか？全然大丈夫です。そうですね、その3人で、原宿で、うん、なんだろう、その当時なんかバンドブームみたいな、うん、そのイカ天とかもあって、でもその、真逆にクラブっていうのがやっぱりそういう、まあロンドンナイトから僕は行ってたりとかしたんですけど、ディスコの方から、はい、でもなんかやっぱそういうクラブとかで、まあライブハウスっていうよりもそういう DJ スタイルとか、うん、大貫健翔さんだったりとか、うん、そういう人たちの集まるファッションもすごい好きだったので、あ、なんかお店やられてました、はい、お店もやってたんで、何回か行ったことある、はい、でラフォーレのところで店をやってたんですけど、はい、うん、どうしてもこうバンドだとやっぱりこうその時間帯で、まあ、ライブできないんですよね。うん、で仕事ラフォーレが終わって8時、それから何か遊ぼうかなと思ったらもうほとんどクラブしかなくて、うん、でクラブで遊んで、はい、まあそれがビッケだったり、その当時ドラゴンだったりカーナベ君だったり、はい、うん、いろんな人と出会って、それでなんかあれとなんだろうな、そういうよしソウルセットやるぞみたいなのも、まあ、何もなくて、うん、ただ単にこうCD 出さないかみたいな、そういう集まりあるよみたいな、楽しそうだな、やってみようかみたいな、そういう感じで始まったんですよね。そういう感じなんですね、はい、だから本当に未だになんか、うん、うん、自分がそういうギター弾いたりとか、うん、歌を歌ってるっていう時、まあまあ、ボーカリストでありみたいな、ギタリストでありみたいな、そういうの感覚がない時があるんですよね。その当時のお客さんだったら、ローアイ HQ のいっちゃんとか、はい、ブラフマンとかとしろうとかで会うと、あ、としみくんってやっぱりミュージシャンじゃなくて店員さんっていうイメージがあるみたいなそういう風になんか、うん、僕もはっと気づいたら弾き語りやったりとか、うん、うん、なんか私にとってはもう本当すごいミュージシャンですけど、いや、どうなんすかね、うん、でもやっぱり同世代ですごいアーティストとか一緒にライブやると、うん、やっぱす本物すげえなとか思っちゃいますよ。本物じゃないですかいやいやいや同い年で田島隆夫君とか斉藤和義君とかと一緒にそういう弾き語りとかやると、はい、いやレベル違うなやっぱりなとかって普通に思いますよ本当ですか、うん、じゃあもうなんか私なんかどの辺なんだろうみたいな感じですよねいやでもなんかどっちかというとそういう自分の中では一ファンからこう入って、音楽ファンっていうのかな、うん、DJ の人って多分そうだと思うんですけど、音楽がすごい好きなんですよね、はい、もう本当完璧オタクで、うん、なんか誰々が2曲目が好きみたいな、うん、演奏するということよりもそういう知識だったりとか、うん、なんかそういう誰のルーツだ、誰に影響された、それこそこういうインタビューとかで、うん、だから僕の場合はいろんなアーティストを聞いたんで、別に誰に影響されたかとかそういうことではないような気がするんですよね。ちょっと話が変わるような気がするんですけど、うん、先月ビッケさんが、はい、来ていただいたんですけども、かなり、はい、なんというかもうとしみさんとは真逆というか、はい、かなり奔放な感じというか、いやいやいや、なんだろう、真逆じゃないですよね。あ、本当ですか。でもなんか多分その印象からか、ソウルセットの中で一番大人なんじゃないかって。全然僕もダメ人間の代表ですよ。大体ダメ男ですか。ダメ男です。本当ですか。こんなになんかこうシュッとなんかおしゃれでかっこよくてもう表面だけです本当ダメ人間です。本当ですか。はい、ビッケもダメ人間ですけど、うん、カーナベ君もダメ人間ですダメ人間、はい、でもまあミュージシャンって、はい、じゃ大概みんなちょっとダメなとこあり、いや、まともな人いないんじゃないですかいないですよね。さっきのバビちゃんだって絶対変態ですよ。変態だと思います私も僕は思うんですけどまあなんか別にそういう偏ってるとかそういうことではなくても、はい、ビッケがこうなんだろうな、僕やっぱまあ、カーナベ君ともこうずっと付き合いられるのはなんかこういいんですよ。その緩い感じというか、ちゃんとしようよなんて3人で1回も言ったことないんでだからちゃんとしてないからできるんですよね。ちゃんとしようとしてるっていう世の中の方が僕はおかしいんじゃないかなっていうふうに
思うんですよね。だからちゃんとしなくて僕はここまで生きてこれたので、ビッケも大丈夫だなって、あ、川辺くんも最近結婚したなって、大丈夫だなっていう。だから本当ダメなんですよ3人。だから3人いるとみんな3人お互いに、ね、優しいですよ。でもなんか大丈夫かみたいな。アルバムとかちゃんとね、出せてるから、出せてるから大丈夫なんですよ、ね、大丈夫なんですよね、大丈夫なんだってその時思いますね。アルバム出した時に、だって下手したらずっと3人とも躁鬱病ずっと繰り返しですからね。だから酒飲んで、うん、あげたりとか、はい、まあ、酒に行きますよね、うん、行きますね、大体ね、もう飲みますね、はい、飲みますね、あと思ったらもう飲んでますね、飲んでますね、うん、だから僕2回水炎やったんで、あ、はい、そうなんですか、もうあとはもう糖尿病かもう死ぬかどっちかなんで。いやいや、通風大丈夫ですか、はい、さっきは匂いだけこう嗅いで、はい、飲んでたじゃないですか。いや飲んでないの、こうみんなで乾杯するふりをしてて、あ、いい匂いだね、ほんまですか、バビちゃんたち、そうそうそう、飲んだらへんかったんですか、飲んでないの、ね、乾杯だけだよね、乾杯だけ、うん、そうそう、うん、じゃあほんとそういうね、乾杯好きなの、乾杯好き、パーティー好きなの。了解です。なんかこれまでに、はい、まともな質問に戻るんですけど、はい、一番大きな影響を受けたことをアンケートにお答えいただいたんですけど、事前に、はい、なんて書いてありました、僕、今まで出会ったさまざまなアーティストと、結構真面目だな俺。なんかね、音楽だけじゃないんですね、うん、うん、それこそ絵描く人とか写真撮る人とか、まあ、洋服作る人とか、うん、デザイナーさんとか、うん、なんかそういう音楽というよりもなんかそういう、あ、こういった生き方したいなとか、うん、なんかそういう生き方の問題だなってすごい思って、うん、あ、でもあとあれですよね、同業者だと、うん、なんか特に若い時なんかはそうなんですけど、20代とかだとちょっとなんかこうライバル意識みたいなのがあったりとかしませんでした？いや、あるんで、うん、特にクラブで出会ったじゃないですか、はい、でこれ変だと思うんですけど、うん、例えば昔文豪喫茶みたいなの、そういうの、はい、ありましたよね、はい、多分文豪やってる人とかそういうのやってて、はい、絶対行かないと思うんですよ。行かないと思います、ね、気持ち悪いですもんね。気持ち悪いですね、確かに。でも、うん、クラブって音楽やってる人とかそういうのみんな集まるんですよ。みんな集まりますよ ね、 ね、気持ち悪いんですよね。はっと気づいたらうわ俺気持ち悪いとこにいるとかも思うんですよ、やっぱり。なんかゴルフバーとかあったら絶対行かないでしょ。行かないね、うん、行かないですね。だからなんで、うん、なんか音楽だけ、音楽だけっていうか、うん、うん、なるべくそういうところを行かないようにしてるんですけど、職場だったんで前は、そういう DJ したりとか、ね、DJ をやったりとか、だから今は全然そういうところ行かなくて、なるべくそういう人のいないところで、はい、影響されて、その方が絶対、なんだろうな、うん、やっぱ音楽だけの話してる全然つまんないし、あ、確かに。でもそうですね、なんか休みのお笑いバーとかないでしょ絶対。お笑いさんが集まるとか、だってなんか俳優さんもそうだと思うんですけど、うん、芝居の話とかしたく、ね、絶対嫌でしょう。嫌ですよね。好きな人もいると思いますけど、ね、だからビッケとかよく2丁目行ったりとかしてたんだと思うんですよね。嫌だなクラブみたいな、音楽の話わかんねえしみたいな、確かに、うん。俺 YMO で止まってるしみたいなずっと言ってますからね。いや、ほんとビッケそうなんですけど、はい、だったら2丁目の方がビッケ大丈夫よとか言われた方が、何やってんのって言われても気が楽ですもん、ほんと、うん、確かに、うん、ごめんね。あ、いえいえ、なんか今からのライブをやってもらうんですけど、はい、今日2曲やってくださるんですよね。はい、で、ちょっと1個質問が個人的にあって、はい、台本にはちょっと書いてなかったんですけど、曲作曲するじゃないですか、はい、で一番最初に歌詞ない段階の時にメロディー自分で鼻歌かなんかで歌うでしょ、はい、それって私3パターンの方がいらっしゃると思ってて、うん、メロディーつける時に1個は偽物の英語で Going West みたいな、なんかで仮歌を取ってる人がいて、うん、あとはチャラスチャで取るチャンチャラスチャンみたいなっていう人と、うん、あと
うとかるとか、ルルルルンみたいな、なんかラーとかそういうパターンがあると思うんですけど、としみさんはどれですか？俺は 3番目のラララではないですけど、トゥルルですね。トゥルル、トゥルルとしみですよ。トゥルル、だいたいトゥルルですから僕。なんかだからソウルセットの曲を聴いてみればわかると思うんですけど、ビッキーが書けないときは全部トゥルルになってますからね。確かに仮歌のまんまになってます。だからかだからです。そっか、はい、そんな難しく考えなくても、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそのトゥルルからあの歌詞が生まれ、はい、この曲になったという曲をこれからやっていただきたい。じゃあトゥルルから始めますか。はい、ではあのライブの準備をお願いいたします。トゥルルからやりますね。そしたらありふれた愛だけど私には幸せすぎでした。イノセントラブ、イノセントラブ、満ちてゆく、生きてゆく。教えてよ悲しみのない世界などどこにあるのか。教えてよあなた一人でさよならを置いてゆくの。夢の続きを夜明けまで付き合いながら聞かせてよ幼い頃のあなたのことを抱きしめるから。おかしくて馬鹿らしくてありえなくて笑った。愛しくて切なくて苦しくて泣いた。たった一つの居場所だったあなたの肩消えたの。さりげなくて優しくてもう忘れたいのに。ありふれた愛だけど私には幸せすぎでした。イノセントラブ、イノセントラブ、満ちてゆく、生きてゆく。イノセントラブ、愛してる、愛してる。
バビちゃん、バビちゃん岩手盛岡出身で、サックスやってたのが秋田生まれでね、ベースやってたのが福島県双葉郡富岡、浪江町ね、同じ20キロ圏内、僕は富岡町なんでね、しかもね双葉高校の後輩だっつんだ。いいね、ずっと音楽やってな。ねえ、浪江も帰りたいだろうな。ねえ、先週うちの実家の桜のトンネル見てきました。満開なのに今年はなんか薄い感じしたな。なんでだろう。もうね2年も人が見に来てくれないから、今年も見に来てくれねえんだろうなと思って、桜も咲かなかったんじゃないかなと。来年、いや、何年先かわからないですが、町民そして双葉郡みんなで、桜を笑顔で見たいと思います。その思いで作った曲、夜の森聴いてください。ララ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 桜のトンネル、いつの日か君とあなたと歩きたい。昔の話は少しだけにして、新しい日の話をしましょう。子供の声、祭りの音、夜の森にまた戻る日、満開に咲いた虹のカーテン、小さな駅から旅に出ましょう。ありがとうございました。渡辺俊美さんでした。いやいや、あ
ありがとうございます。なんかちょっと、はい、なんだろう、最後の2曲目の夜の森は、はい、そういう思いがあったりしたんですね。なんかそうですね、福島への思いというか。そうですね、僕の住所がですね、はい、福島県双葉郡富岡町夜の森南 4-28D なんですけど、全部言っちゃっていいですか？あ、多分帰れないと思うんですよね。なるほど。多分帰っちゃいけないと僕は思って、はい、まあ笑うところなんですけど、でも僕は真剣にやっぱり何度か足を運んでですね、うん、やっぱり帰ろうという動きもなんかそういう年配の方だとかあるんですけども、はい、やっぱりはこれからの、ことを考えると、うん、やっぱり、まあ帰るという行為っていうのは帰る、なんかみんな全体でね、はい、やっぱ難しいんではないかなっていうのは正直やっぱり思いますね。なんか2年経ってそれで言ってなんか変わったかなと思ったら、僕のそのか家の前が中学校なんですけど、はい、中学校にそういう黒いビニール袋が増えただけで、はい、でっかい、うん、だからやっぱりあもう帰れないんだなっていうのと、うん、やっぱか、うん、2年と自分がこうやってこう活動してて、うん、音楽って無力だったんじゃないかなと思って、うん、すごいすごいなんか落ち込んだりとかもしたんですけど、はい、でもやっぱ僕はこういう歌を歌うことによって、うん、まだまだこういう地域というか、はい、うん、そういうのがあるんで、うん、まあ、そういうデモ行進もいろいろそういういろんな反対のやつも大事ですが、はい、歌を歌うことも自分の中では、うん、いろんな、まあ、一つの形ですよね、音楽がね。そうですね、だからみんなで帰れないと意味がないんで、はい、一人二人帰って、福島でイベントをされたりとか、はいはい、去年実はくだらな小助祭り、はい、知り上がりさんの、はい、私もあれ出てたんです、はい、カズーを吹きに行ったっていうだけなんです、はい、カズーバンドで、そういうのがいい、三浦カズーっていう名前で行ったんですけど、うん、20人ぐらいでカズー吹いただけなんですよね。最後ですよね、はい、僕いましたよ、はい、いましたいました。なんか打ち上げにいらっしゃるの、はい、遠くの方で見てて、うわソウルセットやと思って、いやいやもう遠くから見てて、俺はずっとくすみさんをうわもういい孤独のグルメだと思ってずっとあ、それも思いました、うん。まあでも今年も福島行くんですけど、はい、くだらな祭りは、はい、行かれますか？いやもう僕はどこにでも行きますね、はい、なんかそういう、まあ、ライブ福島風とロックとかもやってますが、はい、プロジェクト福島、はい、まあ、いろんな、福島活動をやってる人、はい、まあそれ以外でもね、はい、福島以外でも避難してそういう頑張ってる人もたくさんいるので、そういうのも両方僕応援したいと思ってるんで、うん、どこでも飛んでいきます。はい、はい、じゃあとしみさんに何を聞けばいいのか忘れてしまった。あ、ごめんね。いや、何でもいいよ。本当に何でも答えるよ。ガラッと話変わるんですけど、はいはい、園芸料理陶器にハマってらっしゃるいきなりですか？いいのかな、こんなに突然から。大丈夫ですか？で、なんかツイッターになんか息子さんへのお弁当の画像をアップしてらっしゃったりとかしてらっしゃるんですけど、はいはい、お料理大好きなんですか、作るのは？そうですね、もともと好きなんですけど、はい、まあ、息子が高校、まあ、今年3年生なんですけど、はい、2年前に、こうどう弁当するどうするみたいな、そういう、うんうんうん、ワンコインにするみたいな。いや、パパの弁当いいって言うんでじゃあ頑張ろうと思って1年間行ってなかったんですもん、息子が。あ、そうなんですか。中学校卒業して、だから行くっていうので、なんか息子も頑張って一緒、なんか毎日行ってほしいのと、じゃあ僕も毎日起きて、うん、弁当を作ろうと思って。早起き平気ですか？あ、全然大丈夫になりました。はい、さすが、すごいハマってますね。ちなみに得意料理なんかは、はい、得意料理ですか？とか、なんか、まあ、得意おかずみたいな。まあ肉巻き系ですかね。肉巻き系、オクラでもインゲンでも何でも巻いちゃいますね。モロヘイヤまでこの前巻いちゃったもんな。モロヘイヤ巻きづらい、巻きづらい。なんだろう、朝起きてね、そういうクリエイティブなことできるの、はい、息子に感謝してますね。うん、でも朝方のミュージシャン結構多いんですよ。あ、そうですか。意外に、うん、もうみんな
周りがちょっと年取ってきたからなのかな。まあ僕も初老ですからねもうだから夜明けとともに起きちゃったりとかもするんですけど、でもなんかやっぱりこう息子に伝えるというか、うん、やっぱそういった食べるものでやっぱ震災後すごい食べるものですごい僕も、うん、ストレスになったんですよ、うんうんうん、だからこれは安全だこれは大丈夫だとかじゃなくなんか口ばっかりじゃなくて自分でもちゃんと選んで、はい、スーパーとか、うん、これは大丈夫だとかそういうのをまあ食事で教えた方がいいかなと思いまして、うん、なんでパパオクラが多いのオクラだらけじゃん毎日オクラだらけじゃん沖縄沖縄さんだからだよみたいななるほど、うん、そういうのね、はい、であと何あ園芸とかですか。園芸はまああれですね難しいですけど陶器陶芸も好きですね。作ったりされます。いや僕の彼女が今陶芸の学校行っててで陶芸まあその前からも好きなんですけど、はい、一生懸命今頑張ってるんで、はい、後々はやっぱそれを応援するようなこともしたいなと思って、うん、一生懸命今陶芸のまあいろんな歴史だったりとか地方に行った時は必ず窯見に行ったりとか、はい、買ってきたりします。はい、なるほど、はい、なんかちょっとここを一旦忘れて、はい、なんかやっぱりその20年以上も音楽続けてらっしゃるので、はい、まあ、若いそのミュージシャンというかもう20代とか今って結構その CD 売れなくて大変じゃないですか、はい、CD とかもう曲があんま売れない時代なので、うんうん、なんかみんな結構やめよっかなみたいななんかことになったりとかしてるっぽいんですよ、うんうん。なんか長く続けていくコツっていうかコツなんだろうかなんか今がちょっと苦しい時期だけどどうやってなんていうか20年続けらどうやったら20年も続けられるんですかね。そうですね。どうでしょう。僕はやっぱり好きなものしかやってないかったんで、はい、洋服もそうだし、うん、大学も剣道でずっと剣道で入ったんですけど、やっぱ剣道好きだったから大学までやったんですけど、はい、でももうこれじゃもう警察官か、うん、学校の先生しかねえなと思うとつまんねえなと思って辞めたんですけど、へもっとなんかバカなことしたいじゃないですかって思ったんで、だから僕好きなことを一生懸命もう歌だけじゃなくて、はい、多分僕もよくやりながら歌やったりとかして、はい、今まあ歌だけなんでそういうギター一本でもどこでも行っても、はい、だからその気持ちだけだと思うんですよね。であとはバンドとかその辺とかたくさんあると思うんですけど、はい、僕もまあユニットやって、うん、最初から僕もソロではなかったし、はい、じゃあなんで一人でやったかというと、はい、なんか会社をやって思ったんですけど、うん、その時はやっぱり一人でできないものは二人でもできないなっていうのも会社って思ったんですよ。確かにやっぱ自分ができないことを経理とか頼んだりとか、はい、店員ずっとやってたからあじゃあちゃんとメーカーやろうと思ってそれでだからそういうとこも一緒で最初から僕ソウルセット4人だったり3人だったりしたんで、うん、まず自分で何かやってみようと思って、うん、で自分でできなかったらもうサポートっていうかドラムとか、うん、まずは自分でできることをやるようにすればいいんではないかなっていう僕は思いますが。ありがとうございます本当になんかねあっという間に時間が過ぎ去ってしまったんですけれども、はい、ちょっとそろそろエンディングですかね。早い、早いんですよ。これからいい話なのね。本当にここからなんですけどね。ここから長いのにねでバビさんたち登場してください。こちらに3人ともぜひこちらにお願いします。イエーイエーイとか言ってイエーイ。いや本当に今日は皆さんありがとうございました。バビさんと愉快な仲間たち秋田ね、秋田出身の、ね、こっち浪江町山下さんといい顔してんだ
もうね、フリアミノルの漫画に出てきそうな感じなんかもう2人ともお酒持ったままな、大好きこういうキャラ可愛いですよね。で、としみさん、渡辺としみさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか告知などなどありましたらぜひしていただけますか、ね、この辺とかに出ないんですかね。出ないんですよ。出ないんです、ごめんなさい。今日はあのまあでもホームページなりなんなり、あらばき出たりとか、はい、あしますね。あらばきロックフェスとか、はい、あとは 6月30日とかモテキナイトで、はいはい、菅氏香夫さんと、はい、祝賀ボーイズ、そしてあとは真心ブラザーズと、はい、で僕もやったりとかするんで、昨日発売だったのでぜひ皆さん来てください。はい、バビさんは、9月ぐらいにアルバム発売予定と、おあと4月24日29日まだ決まってないんですけどそうなんですけど、小鳥フィルムという映像作家さんの展示で、はい、イベントかレセプションでライブをやりそうです。どっちかです。まああの、まあ、つぶやきます。ホームページとか、うん、はい、ツイッターとかで、はい、チェックしてみましょう、うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、皆さん本当に短い間でしたけれども素晴らしい時間を過ごすことができました。ではあの来月のゲストなんですけれども、鈴木俊久さん、吉久さんと、本田俊幸さん、本田俊幸さんは、マルサの女のあのデレレレレレレレのあの作曲家ですね、サックスプレイヤーで、鈴木義久さんはあのパラパラッパのゲームの音楽作ったりとか、もうほんと CM も映画もやられている、作曲編曲、あとマンデーミチルさんのサポートもされてたりとか、この間もやったはったんですけど、それでまあ一応もうお二人にはもうなんていうか、本田さんは何回か飲んだ時にもうあの出るよって言ってくださって、それであのただなんかその決定ではなくて、その日程がですね、これから詰めるんで、もしかしてうまくいかへんかったらちゃう人になる可能性もあるんで、すいません、その辺はちょっとご了承ください。はい、実現すれば素晴らしいまた夜になると思います。あ、そうそうそう、鈴木義久さんはなんかその一人でギター弾きながら足鍵盤してボイスパーカッションするという世界唯一 のプレイヤーなんですけど、まあその人と本田さん、そう、鈴木さんと本田さんがコラボするかもしれません。はい、言えた。はい、すいません、お待たせしました。ということで、今日は終わりです。この後パーッとかあのこっち側でみんなで集合写真撮りたいと思いますので、お客さんも一緒に写ってください。酔っ払ってきた。